そこで出会ったのはブライアン・マイケル・コックスと JQ の2人だった。ブライアンはマライア・キャリーなどを手掛けるプロデューサー、 JQ はコーラスアレンジャー。この出会いによってゴスペラーズの才能は一気に開花することになる。早速ブライアンたちに日本から持ってきたデモテープを渡し聞いてもらう村上。その中には後にゴスペラーズの代表曲となるトワニが入っていた。曲を聴いたブライアンたちは早速ゴスペラーズに数々のレコーディングの手法を説明。日本人と初めてのコラボレートを楽しむかのようにアドバイスを与え、一緒に曲作りを行っていく。そしていよいよゴスペラーズのレコーディングが始まった。彼らの才能に応えようとするブライアンと JQ。 トワニのレコーディングは順調に進んでいき無事終了。その音がスピーカーから流れるとゴスペラーズのメンバーは驚愕する。デモテープの時とは全く別の形をしたトワニがそこにあった。これだ、俺たちが探してたものは。彼らはゴスペラーズの新しい姿を確信した。